クネル新野です。こんにちは皆さん、今日はね、優先順位の付け方を教えていきたいと思います。かっこいい優先順位の付け方をする男の人っていうのは実際いるんですよ、世の中には。そういう人たちは確実にモテてるんですよね。見た目は良くてもとか、年収は高くても、学歴は良くても、それでもモテないっていう人は、内面的にちょっとうじうじしてる、めめしい部分があるっていう人が多かったりするんですよ。ここはね、男気の出しどころなんですよ。いかに優先順位をつけるか。そして言ってみればね、社会人だったらこういうことだよ。仕事とデートどっちを優先しますか。多くの人が仕事を優先すると思うんですよ。でもね、女子からしたらデートを優先してほしいなっていう気持ちもあるわけで、ちょっと前に出した動画で、仕事と私どっちが大事なのっていう答え、どっちも大事なんですけども、第一声で君が一番大事だからこそ仕事頑張ってるんだよみたいなことを言えっていう風にね、僕はお伝えしているんですよ。でもこのような問題っていうのは、女子に聞かれた時にかっこいい回答をするだけじゃなくて、実際に現にね、自分の中でどういう軸を持ってるかっていうのがとっても大事なんですよ。これがね、内面的なモテ男と非モテっていうところの大きな違いになってくるんですよ。何がモテる状態かっていうと、デートと仕事をどっちか取んなきゃいけないってことってあるはずなんですよ。男友達と彼女候補の人どっちを取るか、男性の方は結構前から遊ぶ約束をしてたしとか、いろんなねところで優先順位付けがあるはずなんですよ。そんな中で特に仕事の場合を例に取りましょう。学生だったらアルバイトとかでも構わない、社会人だったら仕事ですよね。追加の仕事、今日は仕事の飲み会があるんだよとかいう時に使ってください。あれ、仕事優先しなくていいのって、私とのデート行っちゃっていいの、飲み会とかあるのにこっちに来てくれて大丈夫っていう風に聞かれた時に、こう言ったらめちゃくちゃかっこいいです。俺仕事のために生きてるわけじゃないから、こういうかっこいい発言ができるようにね、皆さんなっていただきたいんですよ。これを言うと何が起こるかっていうと、仕事は大切にしてるわけですよ。一生懸命頑張ってくださいよ。仕事は頑張った上で、追加のね、飲み会だったりとか休日出勤みたいなところで好きな女子とのデートが被ってしまいましたっていう時とかね、そんな時に迷わずにデートを優先することなんですよ。まあどうしてもね、仕事で損害が出るというか、そこでね、ちゃんとやりきった方がいいっちゃいいんだけど、そうじゃない。俺は仕事のために生きてるわけじゃない。君がとっても大事だから、行きたかったデートそのまま行かせて、この後でもしかしたら会社にちょっとね、寄ってから帰ることになるかもしれないけど、そこはちょっと許してねって言いながらも、なんだかんだで女子を優先するんですよ。そして会社にはね、調整してください。そもそもね、休日だったりとか仕事終わってからの話なんか、結局ね、追加の仕事でしかなくて、会社からしたらそれをね、社員に強制することっていうのは基本的にできないですから、こういう時間帯だったらいけます、今すぐは大事な予定があるのでいけません、その代わりこの時間からだったらいけますっていう仕切りをきっちり取るんですよ。そしたらかっこよくないですか。女子から見たら、え、こんな私のためにこんなかっこいい仕切りしてくれるの、そのこと自体がすごく嬉しい。仕事のために生きてるんじゃなかったとしたら、じゃあ私のために生きてくれてんのみたいな感覚にね、なったりすることだってあるんですよ。そういう意味でもこのフレーズっていうのは超おすすめなんですよね。女子からしたら自分がとっても大切にされてるなっていう感覚がありつつも、ちゃんとプライベートで人を大事にしながらも、会社では時間を区切っていきますっていう風にコミットしてくれてるんだなっていう風に、あなたの評価も上がっていくんですよ。これはね、どちらからも上がるんですよね。これね、調整をミスるとどうなるかっていうと、あ、ごめん仕事だからちょっと今日のデートキャンセルでなしで、終わったら連絡するね、終わる時間何時になるかちょっと読めないんだけどね。女子からしたら、なんてなよなよしたやつだ、頼りないやつだなっていう風に思われるわけですね。で、会社からしたら、行くは行きますよって言って、いやいや行って、何時ぐらいに帰れそうっすかね、帰りたい帰りたいってオーラをブン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 出すよりは、何時からなら行きます、一生懸命対応します、きっちり言われたら、来るのが遅くなったとしてもね、会社としてもこいつは本当頼りになるやつだな、大事なことだったらちゃんと仕切りをつけて駆け寄ってくれたりするんだっていう意識が芽生えるわけですよ。これ両方の評価が上がるパターンと、どっちの評価も下がるパターンっていうのがあるわけですよね。で、多くの人がどっちの評価も下がる方を選択し続けている。だからですね、ほんのちょっとの差ではあるんですけども、皆さんにお伝えしたかったんですよ。優先順位をいかにつけるか、これがかっこいい男の条件だということでね、かっこいい価値観みたいなのを皆さんにこれからもお伝えしていきたいと思うので、また明日からも動画を見てください。チャンネル登録はしていただければ嬉しいです。ということで、また明日も会いましょう。アディダス。